い、どうもアートレインハイです。本日もよろしくお願いします。今日は DeNA に2対0で勝ちました。ドラゴン良かったです。もう本当にね、もう今日木下雄介投手の追悼試合ということで、まあ、最近ねもう3位にも離されて、正直選手もねなかなか闘争心がね出ない中の試合で、まあ、もちろん今日ね木下雄介選手の追悼試合ということもあってね、みんなチーム一丸となってね勝利に向かっていって、見事ねドラゴンズの投手陣がなんとか粘って0点で抑えて、それにね打線がしっかり今日は応えました。2点よく取りました。もう本当にねもう嬉しかったです。やっぱりこういう投手が頑張って抑えて野手がそれにしっかり応える、これがドラゴンズの野球だと思います。今日はね京田選手や福留選手が、ここ一番のところで打ってくれて勝ってたんですけど、福留選手のねガッツポーズ、この何クソ根性のガッツポーズと京田選手のね、最後の9回の守備にね涙をこうこぼしながら守備についてる姿がねとても印象的でした。まあ本当にね勝ててよかったと思います。それでは振り返りいきましょう。はい、今日はね、まあ、相手の先発は今永投手で、まあもともと今永投手もね怪我をする前は日本を代表するピッチャーで、なかなか打つのは難しく今日も打てなかったんですけど、まあ8回ねあの左のね強烈な威力のあるエスコバー投手から、2点取ることができました。2アウト2塁からね福留選手が代打で出てきたんですけど、2球かなりインコースにボールが来てね、エスコバー投手も強気できて、福留選手がね一回体をのけぞってね倒れ込むぐらいのけぞんで、結構もう打ったらぞみたいな、何クソこの野郎みたいな感じの気持ちがもう顔にもねもう出てたんですけど、そしてね真ん中に来た甘い球をね捉えてね外野を越えて1点取れました。ナイスタッピングで2塁ベース上でガッツポーズというかね、もうこの野郎よっしゃーみたいな、そういうね気持ちがね出てました。いやもう正直ねドラゴンズ打線でなかなかねこう感情を表に出す選手はいないんですけど、やっぱり福留選手みたいなねこう何クソ根性でこの気持ちを前面に出して意地でも打ってやろうっていうねこの姿は本当にね痺れました。こういう選手がねドラゴンズにいるっていうのは大切だと思いますし、ぜひ他の野手もねもちろん全員こうなれとは言わないですけど、少しでもねこう熱い気持ちを持ってねチャンスの時に、いろいろあれこれ考えるんじゃなくて、もう福留選手のようにね、打っていくのもいいんじゃないかなと思います。そして今日はねここで終わらなかった、まあ、木下雄介投手とね、深い親交があった京田選手がね、選手会長の京田選手が逆方向にね2点目のタイムリー、ナイスバッティング。もうね、木下雄介投手がね落としてくれた、レフト線にギリギリフェアゾーンに入れてくれたって京田選手もね、お立ち台で言ってましたけども、本当にねその通りでナイスタイムリーでした。やっぱり逆方向にね京田選手のような足が速い選手を狙っていって、こう大島選手のようにね追い込まれてからでも簡単に打ち取られることなく逆方向に打つバッティングができるようになるとね、さらなる飛躍が期待できると思います。ね、さっきも言ったんですけど9回の守備の機会にね京田選手が涙こらえきれず守ってましたけど、本当にね、まあ私はその場にもちろんいないんでわからないですけども、もうお二人ねすごい深いな、まあ、家族絡みの仲があったということでね、木下雄介投手に、きちんとしたね姿を見せることができて本当に良かったと思います。それにしてもね、もう本当久しぶりにね、まあ、今日逆転勝ちとは言わないんですけど0対0の均衡の試合で投手がね打たれそうで打たれそうでなんとか粘って抑えて、今日も打てないのかなって思ってたんですけど、もう今日はねしっかり打てました。もう本当に今後もねこういう風に投手が粘ってる試合を打線が助けていく、こういう試合をしていければね一つでも借金がねもっと減っていくと思います。もう来週からもねぜひ打線の方ね奮起して今日だけじゃなくて頑張ってほしいと思います。こんなねちょっと感動的な試合であまり文句っていうかね言うのは良くないんですけど、まあピッチャーの方でね唯一今日ちょっと先発のねジャリール・ロドリゲス投手について課題の点を話していきたいと思います。もちろんねジャリール・ロドリゲス投手は今日は無失点で抑えることができたんですけど、球威もあってね持ってる球自体はもうストレート、縦スラ、ナックルカーブなどいい球はたくさんあって、将来性豊かなねまだ24歳で若いピッチャーで期待してるからこそ、その反面ね課題をね言わせていただきます。まあ皆さんもご存知の通りなかなかねコントロールが定まらないというところがあって、中でもジャリール・ロドリゲス投手は上から投げる投球とちょっと横から投げる投球の2つパターンを持ってるんですね。ただ今日も見てて解説者のお話も聞いてる感じで考えていくと、なんか
上から投げたり横から投げたり、その同じバッターで一球一球変えたりして自らねコントロールを壊していく、もともと制球がいいピッチャーじゃないだけに、それはね自分も多少こうキャッチボールする時と分かるんですけど、同じリリースポイントで安定した投球フォームから投げる方がコントロール安定しますし、その都度一球ずつね上から投げたり横から投げたりしたら、なかなかねそれでいいコースを狙ってストライクを取るのはね難しいんじゃないかなと思います。ただでさえコントロール悪いのに。そしてキャッチャーの アリエル選手もその球を要求して横から投げられた時に首をひねったりしてるんですよね。本来マウンドで立つ前にお互いがね意思疎通をしておかないといけないと思いますし、もちろんね決めておかないといけないと思いますし、まあ、ジャイル・ドルゲス投手もねもう少し球自体がいいだけに、そんなにねでも神経ナーバスにならずに、もっとストライクゾーンにどんどん投げ込んでいけばもう少し楽に抑えられるんじゃないかなと思います。あとね全てにおいて全力投球なので、まあもう少しなんて言うんでしょうね、手を抜くところは抜くというか、変化球でこう手を抜くって言ったらおかしいんですけど、まあもう少しねこうなんて言うんでしょうね、考えたピッチングをできるとさらに上に行けるんじゃないかなと思ってます。まだ若いのでね、来年からも全然10勝できる投手だと思いますし、ね、ランナーがいない時は三振を取ったりしてもこの投手から打てないだろうっていう雰囲気出してるんですけど、ランナーを出したりするとねやっぱ自分でちょっとカッカカッカとかなって、かなり追い込まれてね苦しく見えてフォアボール出したりして自分から追い込まれていくって言ってしまうので、まあ、ここはね、今季のね秋のキャンプでしっかり直してね、ぜひ来年ね10勝できる投手に、ね、なってほしいです。はい、ということでね今日は見事ね追悼試合で勝つことができました。まあ、木下雄介選手もねこのたくさんの選手たくさんの人からね愛されるね間柄だったんじゃないかなっていうのがねもうよく伝わってくると思います。そして何よりもねもう勝つことができてねもう本当に良かったと思います。もう京田選手もこの気持ちを忘れないでね、ぜひ来週ねマツダスタジアムに移ってね広島と3連戦ですけど、ぜひね今後ねまあ多分このまま3位狙って戦っていくと思うので、頑張ってほしいと思います。絶対勝っていきましょう。そして最後にね、今日辻田選手がプロ初打席を迎えたんですけど、セカンドライナーで打ち取られたんですけど、かなりねいい当たりを出してね、あの途中の回の時はね一番土田選手がいい打球を飛ばしたんじゃないかっていうぐらいね素晴らしい打球を飛ばしてました。他の野手陣もねもっと見習ってね土田選手のようにね若さあふれる土田選手のね活躍本当に期待したいですね。というか今後スタメンでぜひ見てみたいです。1打席じゃなくて4打席。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント欄どしどしお待ちしております。それではね明日の動画はあるある動画をね上げてみようと思いますので、ドラゴンズあるある動画を上げてみようと思いますので、よかったらご覧ください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またね。本当に勝ててよかった。もう残り試合全力でいこうぜ。